サムライジャパン2013当たりの選手強さランキング第5位能見選手、ツーシームを持っていて限界突破すれば中継ぎで起用することができる。第4位が松田選手、弾道ラインドライブで、まあ、守備適性も B なのでリアタイで使える性能になっています。第3位が鳥谷選手、 TS ではラインドライブ、今回ね1段階アップして弾道が中弾道なんですけれども、特殊能力広角打法回を持っているので、まあ、リアタイで、まあ、めちゃめちゃ強くはないんですけれども、まあ、使える性能にはなっています。第2位が阿部選手、高い打撃能力の保守枠になっていて、まあ、強い保守がいない方は阿部選手を使っていってください。そして第1位が宇都宮選手、ツーシームが追加、中継ぎ適性も追加、スロースクリュー、高め真ん中低めで3段階の変化するのでリアタイで強い選手になっています。